鳥山石縁、今弱百鬼周囲より、羅城門記羅城門の鬼は、平安京の正門、羅城門に救っていたと言われる鬼、室町時代の妖曲、羅生門などに登場する。源の頼光が四天道寺を討伐した後、自分の屋敷で頼光四天王と平井康政と共に縁を催していたところ、平井が羅城門に鬼がいると言い出した。四天王の一人。 渡辺綱は王子の荘門に鬼が住む言われはないと言い、確かめるために鎧兜と先祖伝来の太刀で武装して馬に乗り、従者も従えずに一人で羅城門へ向かった。九条2に出て羅城門が正面に見えてきた頃、急に激しい風に見舞われ、馬が動かなくなった。綱が馬から降りて羅城門へ向かうと背後から現れた鬼に兜を掴まれた。 つかさず綱が太刀で切りつけたが、逆に兜を奪われた。綱の太刀と鬼の手杖えが激しくぶつかり合った末、綱はついに鬼の片腕を切り落とした。鬼は、時節を待ちて、取り返すべしと叫んで、空を覆う、黒雲の彼方へ消えていったという。平家物語剣の巻にある一条戻り橋の鬼の、話では、綱が鬼の腕を切り落とす場面の物体は一条戻り橋で、あり。 この後に鬼が綱の乳母に分けて腕を奪い去るとある。幼曲、羅生門は平家物語で綱と鬼との戦いまでの話をもとに舞台を一条戻り橋から羅生門に変えて創作されたものとされ、その後の鬼の報復の話は幼曲では羅生門とは別作品の茨城になっている。このことから別々の鬼である羅生門の鬼と 茨城同時がしばしば同一視される。ありがとうございます。